こんにちは、速解塾の久保です。今回ですね、 FX のご質問いただきましたので、今回は公開でお答えしようかなと思っております。まあ公開でお答えするんですけども、今朝の相場解説をご覧になってない方はちょっと分かりにくいかと思いますので、ちょっとね、分かる方だけご覧いただければと思うんですけどもね、今ね、健康診断から帰ってきまして10時ちょっと過ぎてるところなんですけども、こういうふうなメールをいただきました。まあおはようございます。いつも FX の相場解説ありがとうございます。最近朝起きて一番にやることは久保さんの相場解説を見ることがルーティンになっておるということなんで、私もね、ちょっとそういう方がいらっしゃるんだなということを、まあ切に感じまして、さらなるね、伝えやすい解説の、まあその能力アップに努めたいと思います。このね、自分の思ってることをどう伝えるか、しかもその FX っていう専門用語の結構ね、激しいところなんで、私もどういう言葉だったらいいかなって結構ね、悪戦苦闘しております。ところで今日の相場解説での質問させてください。はい、質問は2つあります。1つ目、テイクプロフィットとロスカットラインの決め方ということですね。いい質問ですね、これはね。今日の解説を見ると、エントリーポイントから20ピップス取りたいという目的からテイクプロフィットを決め、3.1 のリスクグラードをもとにストップロスを決めるというやり方だと思うんですけども、特にゾーンとか使われてないということでしょうか。今日はね、正確にはゾーンは使ってるんですよ。使ってるんですけども、ゾーンという表現しなかったですよね。あとこの、今日はこういうふうな収束に向かうギザギザがあったじゃないですか。で、ギザギザの、直前を超えたら、そこ、まあ小さい意味でゾーンなんですけども、直前を超えたらエントリーしていってですね、でその前の前回前々回高値ぐらいで利益確定しようかなっていうのがまず第一なんですよ、考えの大元としては。でもう常にね、ギザギザのところにゾーンが乱発されてるんですよ。でそのゾーンのどこに、まあこれ位置を置くかなんですよね。ゾーンっていうのはね、まともに考えちゃうと全部ゾーンになっちゃうんですよ。その中で最も影響を及ぼす、要するにエントリーとかロスカットやテイプロフィットに、まあ、最もね、重きを置くべきゾーンはどれなのかっていう優先順位をつける作業がちょっと必要なんですよね。今度その優先順位のつけ方はつけ方で、動画の解説していきますんでね、これ一個ずつやっていかないと、本当にね、ゾーンっていうのは便利なんですけども、ちょっと気を許すとゾーンだらけになって、一体どこで入りゃいいんやみたいになっちゃいますんで、厳選して一つのゾーン、多くても二つのゾーンに絞っていくって作業にちょっと神経すり減らすんですよね。でそこにちょっと時間かかりますんで、たくさんのゾーンの中でどれにフォーカスを置くかっていうのはまたこれ別でやりましょう。ということで質問に対する答えなんですけども、特にゾーンとか使われないということでしょうかってことですけども、正確には使ってます、使ってますけども、ゾーンという言葉を今回ね、入れずに、まあなんですかね、前回高値みたいな言い方になっちゃったのかなと思いますよね。ちょっと分かりにくくてすいませんでした。ゾーンはね、使ってます。でもここはゾーンですよって、もう今はすでに引かないことも多いんですよ。画面上にもう見た瞬間にゾーンが、ね、浮かび上がってみるんですよ、私は。で、強いゾーンっていうのは濃い黄色。で、まああんまり大事じゃないなっていうゾーンは薄い黄色に見えてくるんですよ。見た瞬間そうなります。今度はね、ゾーンも丁寧に丁寧に解説に入れていこうと思います。ちょっと解説長くなってもしまうかもしれないですけどね。で、二つ目。W が右辺が強いっていうやつですね。よく久保さんが言われている W は右辺が強いというのは、ダブルボトムを書いた後は右辺が伸びやすいという意味でしょうか。まあそれなんですよ、まさに。まさにそれなんですよ。それをね、W が右辺が強いっていう言い方するのは何かっていうと、ちょっとね、まあ、基本的にはダブルボトムで、上昇していくってことなんですけども、W が右辺が強いっていうのは、こういうふうなダブルがあるじゃないですか。ダブルがね。で、ここがネックラインになってきますよね。ネックラインを超えたら、ものすごく、あ、こっちか。どっち行けばいいんだ。ネックラインを超えたら、ものすごく伸びるんですけども、右辺が強いってのはどういうことかっていうと、こういうふうな形にね、丸書いてある。こっち。入ってくるところはちっちゃかったんだけども、このネックラインが本当にね、ホワイトボード使いますね、今度ね。ネックラインを超えたら、大きく伸びる要素があるよってことなんですよ。例えば、ここ。ここがね、もう、なんていうんですかね。もう本当、このペラペラの紙でやりにくくてすいません。またこれは別で解説します。で、もう答えだけ、ここでお話しておきますね。W 右辺が強い。よく久保さんが言われている W が右辺が強いというのは、ダブルボトムを書いた後は右辺が伸びやすいということで、その通りです。ダブルボトムの後っていうのはものすごく伸びるんですけども、ダブルボトムと W ってちょっとね、意味合いが違ってくることがあるんですよ。ですので、特に今回は W ですよっていう時と、今回はダブルボトムですよっていうの、微妙に、ね、違うんですよ。ダブルボトムと W ってのは、ちょっと私の発信の中では、細かくは2つに分かれてます。でも、通常は同じと思っていいです。ですんで、まだね、その勝率とか、
まあ、あんまりそんなに勝ててないよって方はダブルボトムも W も一緒だと捉えてください。でもうちょっとね、中級者以上になってくると W ボトムもダブルボトムも W 上辺が強いも使い分けて、さらなるね利益確定とかロスカットの選定にしていくってことになります。すいません、こうやって質問いただくとその質問をね分解していくことができるんで本当にねお互いのためになると思うんですよ。で私の相場解説っていうのは多分聞いてでもあれこれどういうことなんだろうっていうのが結構あると思うんですよね。分かりやすく伝えていても3分とか5分の動画の中に詰め込めないものがありますんで本当に説明すると3分5分で本当は済まないんですよ。で、あともう一個ね大事なのは私がお話しているところで共通認識が受信している方はみんな違うんですよね。だから共通認識が違うところに私の発信で、あ、これはこういうことなんだなっていうふうに解釈できる方と、あ、これどういうことなんだろうっていうふうに考えている方と、まあ、こうちょっと差があるわけなんですよ。もちろん皆さんがね私の相場解説全ての前提が理解できてるってことではないと思いますし、私の伝え方がちょっと悪いんだなと思うんですけども、どういう言葉だったら受け取る人の、まあ、胸に響くっていうかね、印象に、ある言葉とコネクトするのかってことも考えていかないといけないんで、皆さんから質問いただいたら、あ、この表現だと伝わらない人がいるんだってことが分かるんで、もう今回みたいな質問いただくと本当にありがたいです。本当にね FX ってのは誰かが優れているとか誰かが劣っているとか誰が教える立場とかそんなの関係なくって、みんなですね、みんなですよ、勝利に向かってるわけなんですよ。その過程で起きることってのは本当プロセスにしか過ぎなくって、そんなことどうでもいいんですよ。もう結論みんなで勝ちましょうってことなんですよ。でみんなで勝つってのは FX やってる人全員が勝つことはできませんね。ゼロサムゲームですから。でも少なくともちゃんと真面目に勉強して継続してる人だけは勝ちましょうって話なんですよ。だから途中で辞める人はもうどうぞ負けてくださいって話なんですよね、裏を返せば。ですんでね、途中で挫折する方は相場にお金を置いて去っていくんで、相場に居残り続ける方のもう本当に養分になってますんでね、悔しいなと思ったら続けていただくことだと思います。続けることが大前提です。続けなければ何のね疑問も感じないし何の解決もしないと思います。本当にね、今まで FX に気合い入れてスタートした方でね、動画を取り出した方ともいたんですけども、結局は今こういうふうにご質問いただく方っていうのはすっごく減ってるのが、まあ、これが現実なんだなと思いますよね。私もね勝ててるからやってるわけではないんですよ。1年間負けてるのにやってたわけですからね。1年間負けてるのに負けたところを相場解説するなんてどんだけ恥知らずなんだと思いますけども、これ、ね、誰に対してもそんな気遣うことないんですよ。気にすることは結果的に自分は勝利に向かっている過程で足を引っ張る人がね、しょうがないと思った方がいいですよね。まあでもね、励ましてくれる方が必ずいますんで、そういう方とだけこうやって連絡取り合いながらやっていきましょうということでございました。それではありがとうございました。また質問してください。